ここからはパフォーミングコンテスト予選ステージを行ってまいります。厳正な審査を通過した総勢11組のパフォーマーが日頃の成果を披露して、その実力を、そして夢をさらにさらに高めていただこうという思いで開催されるこのコンテスト、出場者もしっかりと気合を入れて早く出たくてうずうずしている方もいらっしゃるようですので、早速出場者をご紹介していきましょう。まず一組目、今自分たちが思うこと、伝えたいことをキャッチーなメロディーに乗せて発信、等身大ロックの高校生バンド、スカイドライブ。大きな拍手でお迎えください。続いて、ただのポップではない、どこかほっこり温かい東北ポップ、花巻出身の2人組、花音。3組目、なんと初ライブは小学4年生の頃、東日本大震災を乗り越え復活した奇跡の歌姫、岩手県在住高校生シンガー、久保田みやび。県内だけではなく県外東京でもツアーを行う実力派、平均年齢20歳の大学生ロックバンド、ジュニアアルコホール。自分の演奏で岩手を元気にしたい、吹奏楽部所属、音楽大好きな中学3年生ゼロ。このコンテストが結成後初のステージ、結成間もないフレッシュな女子中高生グループ、ベガー。東京でのバンド活動でつけた力は伊達じゃない、盛岡出身のディーバ、浅野美希。サンサ踊りの魅力を多くの方へ伝えたい、名前の通り花のある演技を披露していただきます、サンサ花のレーン。岩手ゆかりの作品で心に届くようなパフォーマンスをしたい、今回唯一演劇で参加の女子高校生2人組、スピカ。チームで作り出す光のイルミネーションとおたげを融合させたパフォーマンス、キレッキレの演技で度肝を抜きます、岩手界隈。そして最後は県内外のコンテストで優勝を多数、ダンス大好き現役女子中高生の実力派ダンスユニット、 BFORM。さあ、パフォーミングコンテスト予選ステージ、出場者の皆さんに改めて大きな拍手をお願いします。さあ、ずらりと並んだ11組の出場者たち、彼らが記念すべき若者文化祭初のパフォーミングコンテスト出場者となります。歌あり、踊りあり、伝統芸能あり、演劇ありのジャンルミックスで行われる今回のコンテスト、審査基準はズバリ輝きです。ジャンルの枠を超えてどれだけ輝いているか、若者ならではのキラリと光る青春の輝きが今回の審査のポイント。見事予選を勝ち抜いて明日の本戦へ駒を進めるのは一体どの出場者なんでしょうか。皆さんぜひとも頑張ってくださいね。さあ、それではこのコンテスト予選会の審査員の皆様をご紹介いたします。客席中央ご注目ください。まずはタワーレコードレーベル事業ディレクター吉野様、ミュージシャン佐々木隆太様、そして審査委員長株式会社盛岡クラブチェンジ代表取締役黒沼亮介様です。以上3名の審査員の方々が予選会の審査に当たります。厳正な審査どうぞよろしくお願いいたします。さあ、いよいよ運命のステージが始まります。皆さん張り切っていきましょう。よろしくお願いします。
さあ、それでは出場者の皆さんは一旦ステージを降りていただいて、この後の準備に入っていただきたいなと思います。本当にこのステージ上に上がっただけで全くバラバラな出演者だというのが皆さんよくお分かりになっていただけるかと思いますが、いろいろ審査基準が難しいところだとは思うんですが、今回の審査基準は若者ならではの輝きとなっていますので、よりきらびやか輝きのある演技を見せてくれた皆さんが本戦に出場となります。どうぞその輝きを目指して頑張っていただきたいなと思います。さあ、準備が整うまでちょっと審査員の皆さんにもお一人ずつお話を伺っていこうかなと思うんですが、まずは問われごと容赦様、はい、今のお気持ちをお聞かせいただいてもいいですか。はい、あの東京から、はい、あの来ておりますので、はい、あの岩手の若者の皆さんと、はい、あのパフォーマンス楽しみにしてます。はい、ぜひともいいのが見つかったらスカウトしていただいて、はい、よろしくお願いいたします。はい、さあ、龍太さんはいかがでしょうか。おそらく審査員というのは初めてですか。はい、初めてです。初めてですか。はい、ちょっと緊張します。緊張します、うん、あの今回の審査基準輝きでございますので。そうですね。はい、はい、どうぞ龍太さんの輝きの基準で伺いませんので。わかりました。よろしくお願いいただければと思います。はい、そして審査委員長、おはようございます。もう審査員慣れは してると思いますけども。いやいや、なんかもうすごいなんか赤いジャケットがお似合いで私の話はいいじゃないですか。あ、そう私は審査の対象外にしていただいて、もういろいろなもうジャンルの人が出る、はいはい、あのこういうコンテンツはあんまりないですよね。そうですね、本当にノンジャンルでお送りいたしますので、はい、なかなか審査の基準も難しいかもしれませんが、厳正なる審査、はい、何卒よろしくお願いいたします。はい、さあ、ステージ以上では準備が続いていますが、以上3名の審査員の皆様によって今回の本戦出場が決められるということでございます。ぜひともですね、オーディエンスの皆さんも素晴らしいパフォーマンスには大きな拍手と歓声で応えていただきたいなと思います。そしていい人が見つかったらぜひとも声をかけていただいてもいいですし、お家に帰った後周り近所にあの人たちよかったよと広めていただければ、この若者文化がさらにさらに盛り上がっていくきっかけになるんではないかなと考えています。まあ、今回はバンド、歌、いろいろありますし、そして先ほどねサンサ踊りの方々がステージにもご登場いただきまして、本当にノンジャンルのコンテスト、いろいろ岩手県内はバンドのコンテストとかね、いろんなコンテストはあるんですが、ここまでジャンルバラバラなコンテストは初めてだと思いますので、ぜひともですね、いろいろな部分に注目をしていただきまして、審査員の皆様は審査を、そしてオーディエンスの皆様はこのパフォーミングコンテストを全力で楽しんでいただければなと思います。さあ、それでは準備が整ったようですので始めてまいりましょう。運命のステージの幕開け、まずはトップバッタースカイドライブオーディション
どうもありがとうございました。スカイドライブの皆さんでした。改めて大きな拍手をお送りください。さあ、パフォーミングコンテスト一発目にふさわしい迫力のあるステージを披露していただきました。まだ若干お客様も固いようでございますので、どうぞリラックスしてこの後もお楽しみいただければなと思いますけども、さあ審査員の方々に演目終わった後は一言ずつちょっと伺っていこうかなと思うんですが、審査委員長いかがだったでしょうか。いや、中学校の同級生で組んだバンドで今高校2年生ということで、はい、高校生にしても全然うまいなと思いますし、はい、僕も中学校の友達とバンドずっと続けてたので、はい、欲しいなと思いました。音楽を通じて仲間と出会うって非常にねいいことだと思います。輝きという面ではいかがでしたか。輝きはもうあれですよね僕も40なんで輝いてますよねもうね、はい、若さあふれる感じだったと思いますけど、もうたまらないです、ね、たまらない、はい、たまらない輝きだった、はい、これはいい審査がね、はい、結果が期待できるんではないかなと思いますけども、さあそれでは続いての方にも準備に入っていただきまして、せっかくですから、先ほどのスカイドライブの方、裏いらっしゃったりしますか。いらっしゃったりしますか。いらっしゃいませんかねいらっしゃったらちらっとお話を伺おうかなと思ってましたけども、いらっしゃらないということでございまして、今回はですね、このパフォーミングコンテスト、このような形で、様々な、演目で登場してまいりますので、ぜひともですね、まあ、今のようにバンドの演奏でしたら大きな手拍子、途中で腕を振るアクションもあったりいたしましたけども、そういうのは存分に乗っかっていただいて、一緒にこの会場を盛り上げていっていただきたいなというふうに考えております。さあ、続いて登場するのは、花音のお二人ということですね。花巻出身の二人組、どこかほっこり温かい東北ポップというキャッチフレーズがついております。最近は東北ホップのビールもね、新発売になりましたけども、皆さんもう飲んだ方も多いかと思います。思いますけども、今回は東北ホップではなく東北ポップという形になっておりますので、ぜひともそのあたりもご注目いただいて、ご覧いただければなと思います。さあ、それでは大きな拍手をお願いします。花音。皆さんこんにちは、花音です。よろしくお願いします。まだまだ固いようなので、私たちも笑えばいいバンドという楽しい曲でお届けしていきたいなと思います。これは東北6県分の方言を交えた曲になっております。笑えばいいべ。泣け泣け悔しがれ、オラフはまだまだこれからさ、笑えばいいべ、勉強いいべ、まんずあめまんずあめ、オラホと頑張って黙はずなって見送ってけらの日、東京さん来て何年経ったべんな、縛れるからあったかくしろって言ってけたね、説明受けたことがあったけな、おだつだよ手をしゃれたとっちゃもとしょってあまげだわらつだって言ってだったかつらの声じゃ増えた、なげなげ悔しがれ、まだまだこれからさ、笑えばいいね、めんこいね、まずおめまずおめ、おらほと頑張って、雪が溶けて化けて春頃に、なんぼかい壁どんどん晴れ、どんどん晴れ、
まだまだこれからさ、オラホトガンバッペ、ガンバッペ、ありがとうございました。花音でした。まだイベント楽しんでいきましょう。ありがとうございました。花音のお二人でした。改めて大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。真ん中にいいね、スケッチブックを置いて、また新しい形のライブを見せてくれたなと思いますけども、いかがだった、吉野さん、いかがだったでしょうか。なかなか東京在住ですと何を言ってるか分からない部分もあったでしょうか。そうですね。でもすごく地元の言葉を、はい、伝えていこうっていう気持ちがすごく伝わりましたので、はい、ぜひなんか県外でね、うん、どんどん活動していってもらったら逆に面白いんじゃないかなと思いました。真ん中にああいうのを置くスタイルってもなかなかあまりないですよね。そうですね、はい、バカリズム以来じゃないですか。そうです、芸人さんだとね、いわゆるフリップ芸っていうのがあったりしますけども、はいはい、歌でなかなかああいうスタイルは珍しいんではないでしょうか。花音のお二人でした。ありがとうございました。さあ続いてのステージ準備が続いていますけども、続いては久保田雅治さんの登場。初ライブは小学4年生、東日本大震災を乗り越え復活した奇跡の歌姫、岩手県在住の高校生シンガーです。今回はピアノを持ち込んで、その歌声を皆様の前でご披露いただくということになっていますね。いろいろな、まあ、新聞ですとかテレビなんかのメディアにもかつて登場したことがあるということでございまして、もしかしたらね、ご覧になったことある方いらっしゃるかもしれません。この独特の歌声にぜひとも耳を傾けて、ぜひともね、一緒にこの声に聞き入っていただければなというふうに思います。どうぞ後ろの方にいらっしゃる方、前の方まだ席空いておりますのでね、どうぞ前の方にもご着席いただきながら、このステージ存分にお楽しみいただければなというふうに考えております。ただいまのお時間はパフォーミングコンテスト予選が行われています。今まで、2組終了いたしまして、この後最後11組目まで続いていきますので、果たしてどのアーティスト、どのパフォーマーが明日の本戦に駒を進めるのか、今回の審査基準は輝きということになっています。どれだけ輝いているか、どれだけ若者の青春の輝きを見せてくれているかが今回の審査基準となっています。そのあたりを3名の審査員の皆様が厳正に審査をしていただいて、この後ですね、11組出た後ゲストライブを挟みまして結果発表になるという流れになっております。果たしてどのパフォーマーが明日の本戦に出場するのか、そのあたりもぜひともご注目いただければなと思います。今回はですね、まあ、次に出てくる久保田さんはキーボード弾き語りということになっていますけども、バンドあり、朗読あり、そして伝統芸能ありと、本当にノンジャンルのパフォーミングコンテストとなっていますからね、きっとご来場の皆さんも最後の最後まで飽きないと思いますので、いろいろな種類のパフォーミング、ぜひともご注目をいただければなと思います。続いて登場するのは久保田雅治さんということになっていますね。岩手県在住の高校生シンガーということになっております。ぜひとも皆さん、その歌声に聞き入っていただければなと思います。それでは大きな拍手をお願いします。久保田雅治。皆さんこんにちは。宮古市から来ました高校1年生の久保田雅治です。今日はピアノの弾き語りで歌います。よろしくお願いします。それでは聞いてください。笑顔の種。君は
一人じゃない、みんな家族みたいな街だから、私はこの街とここに住む人たちが大好きで、私が歌う理由はただそれだけで十分、罪悪感に押し潰されて歌えなかった日々、温かい笑顔と拍手で背中をしてくれた私の歌で、悲しい記憶は消せないけど、楽しい思い出を一つ増やすことはできるかな、だから歌うよ胸の内を吐き出して、思い切り泣かなきゃ、ちゃんと笑えないから、ございました。久保田雅さんでした。改めて大きな拍手をお送りください。この小柄なルックスとは裏腹に非常に力強い歌声を聞かせていただきましたね。前の方のお姉様方もしっかりと聞いていただいたのではないかなと思いますけども、さあ審査員の龍太さん、いかがだったでしょうか。ああ、なんか大人っぽい声ですね。そうですね、なんか、はい、なんかもう顔は可愛らしいのに。そうです、お年が高校1年生。高校1年生。あとあの何し、あの何ですか、何市から来ましたっていうのはちょっと聞き取りにくかったんですけど、どこから。宮古市から。宮古ですか。宮古から。僕山田なんですよ。なんかあの沿岸 の歌詞が入ってたので、はいはい、親近感を覚えました。うん、はい、そのあたりもね、通じ合う方がたくさんいらっしゃったんではないでしょうか。久保田雅さん、ステージに登場いただきました。さ あ続いてはバンドの登場となりますので、続いての出演者の皆さんはどうぞセッティングをお願いいたします。続いての登場はジュニアアルコホール、
というバンドでございますね。県内だけではなく県外東京でもツアーを行う実力派、まあ、ツアーとは何ぞや、どこ遠くまでライブしに行くということなわけですね。東京でもライブを行っている実力派、平均年齢20歳の大学生ロックバンドというふうになっております。岩手県内のさまざまなライブハウスに出演しているのはもちろんなんですが、そのライブハウスが作ったコンピレーション CD にも音源が収録されているというバンドでございます。今回は平均年齢20歳ということで、まさに若さの輝きは最大限あふれたステージが披露されるんではないかなと思いますね。ちなみに審査委員長の黒沼さんはこのバンドはあれですか、ご自身のライブハウスにもよく出演されている？はい、出てますね。はいはい、ステージはじゃあもう何度も見ているって感じですかね。そうですね、最近見てないですね。最近見てない、はい、最近見てなかったですね。ああ、なるほど、はい、じゃあどれだけ成長しているかというのも、そうですね、はい、楽しみになってくるかなと。成長しているのかまあ戻ってるのかなかなか始まる前に私もちょっとプレッシャーを与えるような一言を送ってしまって申し訳ないなという感じなんですが、ぜひとも今のコメントは聞かなかったことにしていただいて、存分に若さあふれるステージを発揮していただければなと思います。まあ、さまざま岩手県内にはバンドマン、ミュージシャンたくさんいますけどもね、こういった若者ならではの若さあふれるバンド演奏を披露してくれる、まあ、ジュニアアルコホールもそうなんですが、たくさんいらっしゃいます。今回の岩手若者文化祭にもそういったバンド、ミュージシャンたちが続々と登場してまいりますので、ぜひとも皆さん手を叩いて体を動かして一緒にこの会場を盛り上げていっていただきたいなというふうに考えております。このパフォーミングコンテスト予選、次は4番目の登場になるんですが、この後11番目まで、伝統芸能、ダンス、朗読などなど様々続いてまいります。どうぞ入り口付近にいらっしゃる方はこちらの方、まだまだお席、ステージ向かって左側でございますね、空いておりますので、どうぞ遠慮なさらず前の方を通ってきていただいて、お座りいただいてごゆっくりご観覧をいただければなと思います。岩手若者文化祭2015、ただいまのお時間はパフォーミングコンテスト予選が行われていますが、このオデッテホールの他にもさまざまな会場で、ステージイベント予定されております。下のオデッテ広場には大画面で、テレビゲームができる時間もあったりとか、あとは高校生のラジオのお時間とかですね、そして魚町の商店街の中でも風のスタジオをはじめ、さまざまな場所で若者の文化が爆発炸裂しています。こちらの方、まあ、こちらの会場はもちろんなんですけどもね、ぜひともさまざまな会場を渡り歩いて楽しんでいただきたいなと思います。魚町の中には、ワンハンドフードフェスティバルというものもございまして、ワンハンドですね、片手で食べられる食べ物のフェスティバルなんかも予定されております。どうぞあちらの方にも足を運んでいただいて、美味しいもの、なかなかちょっと外寒いかもしれませんが、しっかりと食べ物、美味しいものを食べて温まっていただいて、この岩手若者文化祭2015、最初から最後までどうぞごゆっくりお楽しみいただければなと思います。続いての登場はジュニアアルコホール、平均年齢20歳の大学生ロックバンドとなっておりますので、ぜひともですね、個々のパフォーマンスはもちろんなんですが、バンドとしてのまとまり、ぜひとも存分に楽しんでいただきたいなと思います。さあ、それでは準備が整ったようです。続いての登場、大きな拍手をお願いします。ジュニアアルコホール。若者代表ジュニアアルコールです。どうぞ楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。昼下がりにふと君
ことを僕は思い出す。ボケているせいかいつもよりも少しリアルに考えてしまうんだ。いつまでも僕は忘れないよ、同じ時を過ごしていたこと。何気ない日々の幸せは僕と同じ景色を見たこと。空があの川に映る木の下をいつも歩いていたよね。時とともに季節は変わってゆくけど、僕の心はあの人変わらないから。その日か君は僕のことを忘れていってしまうかな。それでもあの頃は思い出してた。楽しんでいってください。ジュニアアルコールでした。ありがとうございます。ジュニアアルコールでした。改めて大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。素晴らしいバンドの演奏を披露してくれましたジュニアアルコール審査員の皆さんにお話を伺っていこうかなと思いますが、まずは審査委員長いかがでした？久々に見たステージは。あ、よかったですね、はい、なんか松見さんもベースやられてたみたいでなんですか？私はやってないですよ。あ、やってないですか、ね、ちょっと体型は似たような感じでね、ずんぐりむっくりでございますけど、はい、赤いのを着てるのが私です。あ、そうですか。間違いない。ちょっと分かんなかったお願いいたします。すいません、はい、後でちらっと入れ替わろうかなと思っておりますけど、はい、そうですね、あ、よかったですねの一言をいただいて一安心かと思いますが、吉野さんはいかがだったでしょうか、このジュニアアルコホール。いや、もう言うことないじゃないですかねいや、すごくかっこよく、はい、もうほぼほぼ完成 系だなっていう印象で、はいはいはい、すごく興味を持ちました。はい、輝いてましたか？いや、もうね、ビジュアルも皆さんかっこいい皆さんですし、はい、演奏も、ね、しっかりされてるんで、はい、輝いてたと思います。輝いていただいたということでございまして、はい、しっかりとお墨付きもいただきました。とりあえずはステージ終わって一安心というところなのかもしれません。さあ、まだまだこの後も続いてまいります。ただいまステージを披露してくれたのはジュニアアルコホール4人組の大学生ロックバンドでしたが、会場にはドラムセットが残っておりますね。続いての登場はゼロ、自分の演奏で岩手を元気にしたい吹奏楽部所属、音楽大好きな中学3年生ということですね。今回はなんとドラムソロでの挑戦と
ということになっております。非常にこちらも珍しいパターンになるのではないかなと思いますが、ぜひともですねご来場の皆様はピンク色の本日のプログラムなどなどお配りされているかとは思いますが、そちらにですねこのパフォーミングコンテスト出演者たちのプロフィールなども掲載されておりますので、どうぞそちらもじっくりとご覧いただきながらこの予選会楽しんでいただきたいなと思います。ただいまのお時間はパフォーミングコンテスト予選会なんですが、この後このパフォーミングコンテスト予選会終了後には正式な開会式、そしてさまざまな、パフォーマーの登場もありまして、本日はですねタッソ知事と宇野恒弘さんという方がこの会場にお越しいただきまして、これからの岩手について若者がどう活躍できるのか、そういったところに関しましてディスカッションタイムを設けております。一般の方からもね意見を言える時間なんかもあったりいたしますので、ぜひともこのオデッテホール最初から最後まで存分にごゆっくりお楽しみいただければなと思います。さあ会場にはドラムが一つ残りまして、若干先ほどとはね、また違った風合いがステージから発信されているかとは思いますが、続いて登場のゼロはなんとドラムソロでのチャレンジということになります。果たしてどんなステージを披露してくれるのか、なかなか女性一人でね心細い部分もあるかもしれませんが、ぜひともそのあたりは会場の皆さんが一緒になってこのステージを盛り上げていただきまして、本人たちの素晴らしいテンションのもと演奏できるようにぜひともご協力をお願いいたします。さあそれでは準備整ったようでございます。続いての登場大きな拍手お願いします。ゼロ、そばに
ゼロありがとうございました。大きな拍手をお送りください。今回はドラムソロでのチャレンジということで、私も袖からねバスドラムが叩かれる足元を見ておりましたが、非常に綺麗なダブルキックでございました。さあ龍太さんいかがだったでしょうか。下向きにドラムを叩く少女、はいはい、素敵でしたもうその言葉に全てが詰まってますね下向きにドラムを叩く少女、うん、素敵でした。お父さんの気持ちになっちゃいました袖から見ていたのはお父さんなんでしょうかね。すごい優しい眼差しで娘さんのプレイを袖からしっかりと見つめていらっしゃいましたけども、今回はドラムソロで挑戦してくれたゼロ、普段は吹奏楽部で活動しているということでございまして、まあ吹奏楽部ではおそらくパーカッションだと思うんですけどもね、もしかしたらどこかの吹奏楽コンクールに行った時に、あれこれこの前おでってて叩いてた子じゃないのというふうに出会いがあるかもしれませんので、そのあたりもぜひとも何か機会がありましたらご覧いただければなと思います。さ あ5組目までを終了いたしました。ここから折り返しになりますね。続いて登場のベガがちょうど真ん中の出演となります。このコンテストが結成後初めてのステージということなんですね。結成間もないフレッシュな女子中高生グループということで、初めてのステージがこういったコンテスト、そしてこういったお客様の前っていうのはなかなか緊張するかもしれませんが、そこはぜひとも緊張をパワーに変えて頑張っていただきたいなと思います。若干緊張してますか。すごい笑顔でうなずいていただきましたけどもね、ぜひとも何も恐れることはございませんので、自分たちの今まで練習してきたパフォーマンス、練習の成果を存分にこのステージで発揮していただきたいなと思います。今回続いての登場ベガはですね、ダンスでのパフォーマンスということになりますけども、まあ、ダンス、バンド、そして今回はこの後演劇、朗読も控えていますからね、果たしてどんなステージがこの後も繰り広げられていくのか、お客様も一緒にこの会場を盛り上げていっていただければなというふうに考えております。どうぞ後ろの方でお立ちの方はこちらの方まだまだ空いてございますのでね、どうぞご着席いただいてごゆっくりご観覧をいただければなと思います。さあそれでは準備整ったようでございます。パフォーミングコンテスト予選ステージ6組目の登場になります。大きな拍手お願いします。ベガー、はじめまして、ベガと申します。今回初めてのステージということで緊張してますが、一生懸命やるのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。I will be a strong 君を守りたい。 Stay with me 好きだよ愛しい溢れ出す想い隠さず伝えるから、一度であった奇跡さ、星たちが結び輝くように雨粒やがて海に注ぐように、二人かさね合おうな君がすべて。春と夏と秋冬と、いくつもの笑顔を散りばめ、世界で一つの物語語ろう。消えない消えない歩こう流れる
ルーガーでした。改めて大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。3人組今回が初のステージということでしたけどもね、フレッシュなステージ披露していただきました。審査委員長いかがだったでしょうか。いや、ダンスってやっぱ若い方がいいんですねやはりそのフレッシュ感といいますか、はい、キラキラ感が、そうですね、なんかどん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 今ダンスコンテストとかも若くなってってるんですよね、はいはい、今ね、小さい頃からやってる方も増えましたからね。そうですね、まあ、必修ですからね。そうですね、はい、これからどういう成長を見せていくのか。そうですね、もうすごい末恐ろしいですねそのあたりも非常に楽しみなんではないかなと思います。若者ならではの輝きを見せてくれましたベガの皆さんでした。さあ、続いては歌のパフォーマンスの登場となります。東京のバンド活動でも活躍、素晴らしい力をつけて今回盛岡市出身、このオデッテホールに登場でございます。さあ、準備整ったようなのでもう始めてまいりましょうかね。大きな拍手をお願いします。浅野美希、こんにちは。皆さん今日はありがとうございます。今日は久しぶりに盛岡で歌わせていただけるということでとても楽しみにしてきました。今日は皆さんも知ってるであろう曲を一曲歌わせていただきたいと思います。よろしくお願いします。Let's go, Rachel!
浅野美希さんでした。ありがとうございました。改めて大きな拍手をお送りください。皆さんもよくご存知のあの曲を披露していただきました。リュウタさんいかがだったでしょうか。よくいろいろなメディアで聴いている楽曲だと思いますけども、ね、はい、なんか衣装もね、はい、素敵でしたね。しっかりとドレッシーな感じに、はい、まとめていただいて青い衣装で、登場していただきました。浅野美希さんは盛岡出身で東京でもバンド活動を行ってボーカルの力をつけたということなんですね。さあ果たして審査員の皆さんの目にはどう映ったのか。ここまで、7組目までを終了いたしまして、続いてはいよいよ三叉踊りの登場です。このパフォーミングアーツ予選会オープニングでは出場者の皆さん全員一度ステージにご登場いただきましたけども、その時にもひときわ目を引いていた三叉花の連の皆さん、三叉踊りの魅力をより多くの方へ伝えたいということで、今回はこのステージにチャレンジしていただきました。花の連、名前の通りですね、花のある演技、もう頭の上にはしっかりとお花がスタンバイされていますけどもね、素敵なパフォーミングをこの後披露していただきたいなと思います。盛岡にお住まいの方はもうすっかりおなじみの夏の風物詩だとは思うんですが、今日おそらく盛岡以外の方、そして県外からも来てらっしゃる方たくさんいらっしゃると思います。ぜひともそういった皆さんにもこの三叉踊りの魅力存分に楽しんでいただきましょう。さあそれでは準備整ったようです。続いての登場は8組目、大きな拍手をお願いします。三叉花の連。
さん、花添えの皆さんでした。ありがとうございました。改めて大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。盛岡の夏の風物詩、まさに少し季節が逆戻りしたような印象も受けましたけどもね、勇壮なパフォーマンス披露していただきました。吉野さんはサンサ踊りは今までご覧になったことはもちろんない。はい、初めて拝見しました。はい、こちらが盛岡の夏の風物詩でございましたけども、はい、いかがでしょうか。いや、本当に見てるだけで楽しい、はい、華やかで、ね、はい、すごく素敵なパフォーマンスでした。はい、毎年8月頭ですね、やっておりますので、もしよかったら機会があればぜひとも、はい、勇壮な太鼓パレードなんかもご覧いただければなと思います。ありがとうございました。はい、サンサ花の連の皆さんでした。伝統芸能ということで、今回はサンサ踊りでの今回のパフォーミングコンテストでの挑戦でございました。さあ、続いてもまたバラエティ豊かな登場となりますね。続いては2人組スピーカーの登場。岩手ゆかりの作品で心に届くようなパフォーマンスをしたい、今回唯一演劇朗読劇での参加、女子高校生の2人組です。まあ、今回は本当にどんなものでも構わない、制限がないと、ジャンルレスな大会ということで、勇気を出してしっかりと応募をいただきまして、今回このパフォーミングコンテスト予選へと駒を進めました。なかなか皆さん朗読劇というのは自ら見に行こうと思わないと、なかなか目にする機会、耳にする機会ないと思いますけどもね、今回はとって大変いい機会ですから、この朗読劇というものにもしっかりと触れていただきたいなと思います。さあ、お二人準備よろしいでしょうかね。はい、それでは大きな拍手をお願いします。9組目登場、スピーカー。皆さんこんにちは、スピーカーです。普段は、演劇を中心にやっているんですが、今回は朗読劇ということで、大月町に実際にある風の電話ボックスというのを元にして作られた絵本の朗読劇をさせていただきます。ダンスや音楽とても素晴らしくて異質な存在ではありますが、精一杯頑張らせていただきますので、よろしくお願いします。お願いします。風の電話。山の上に一台の電話が置いてありました。誰が置いたのか分かりません。電話線はつながっていませんが、いつもピカピカに磨かれています。この電話はもう会えなくなった人に自分の思いを伝えると必ずその人に届くと言われています。今日も一人山を登ってきました。タヌキの坊やです。一生懸命てっぺんを目指して歩いています。坊やも電話をかけに来たのです。タヌキの坊やは受話器を取るといきなり言いました。もしもし、お兄ちゃん、どこにいるの？早く帰ってきてよ。お兄ちゃんは遠くへ遊びに行ったってお母さんから聞いたけど、僕寂しいよ。いつものように遊んでよ。僕いい子にするからさ、ね。早く早く帰ってきて。僕待ってるから。次の日はウサギのお母さんがやってきました。お母さんは静かに受話器を取ると、もしもし坊や、元気にしてる？いい子にしてる？いつものようにただいまって帰ってきて、そしてお母さんって呼んでちょうだい。いつものように、いつものように、いつものように、いつものように子守歌を歌うね。おやすみ坊や。雨がザーザー降っています。こんな日に狐のお父さんがやってきました。そして電話の前でいつまでも泣いています。ようやく受話
しもし、俺どうしたらいいんだ。お前がいないと何にもできないんだよ。ひどいじゃないか、俺と子供たちを残していっちゃうなんて。ひどいよひどいよひどいよ。ごめん、こんなこと言うつもりじゃなかったんだ。本当はありがとうを言いに来たんだ。ありがとう、ありがとう、今まで本当にありがとう。そしてキツネのお父さんはいっぱいいっぱい泣きました。それから幾日か経ちました。猫さんがやってきました。猫さんは祈るように受話器を取りました。もしもし、神様ですか。神様、教えてください。人はなぜ死んでしまうのですか。なぜ生まれてきたのですか。生きるということ、死ぬということはどういうことですか。教えてください。神様、山に赤や黄色の葉っぱが舞い始めました。今までどれだけの人がこの電話で話したことでしょう。ある寒い夜のこと、熊のおじいさんがうとうと眠っていると、どこかで電話が鳴っています。リーン、リーン、リーン、リーン。おや、電話のベルのようだが、うちには電話は置いてないし、どこで鳴ってるんだろう。まさか山の上の電話が。そんなはずはない。実は山の上の電話はこの熊のおじいさんが置いたのでした。そして毎日ピカピカに磨いているのでした。リーン、リーン、リーン、リーン。やっぱり電話が鳴っている。どこだろう。熊のおじいさんはむっくり起き上がり、電話が鳴っている方へ歩いて行きました。雪もちらちら降っていました。リーン、リーン、リーン、リーン。電話のベルがどんどん近づいてきます。そんな、あの電話は線がつながってないんだから鳴るはずがない。おじいさんはブツブツ言いながら山を登って行きました。やっぱりおじいさんの置いた電話が鳴っているのでした。そんな、そんな。おじいさんが受話器を取ると、雪はピタリと止み、数えきれないほどの星がキラキラと輝き始めました。まるで、電話ありがとう、電話ありがとう、電話ありがとう、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 と言っているようです。おじいさんは空を見て叫びました。届いたんだ、みんなの思いが届いたんだ。ありがとうございました。スピカのお二人でした。ありがとうございました。
またこのホールが違った空間になったような気がいたしましたね。本当にゆうたさんいかがでしたか。すげえ良かったです、はい、キャラクターも素晴らしいし、はい、思わず聞き入ってしまうようなね、はい、は声もすごいなんか特徴的な、はい、聞き入りました、はい、本当に様々、まあ、朗読劇ということですからね、いろいろなキャラクターの使い分けもあって皆さんしっかりと耳を傾けていただけたんではないでしょうか。スピーカーのお二人でございました。さあ続いての登場は岩手界隈、この岩手若者文化祭、昨年もお登場していただきましたが、サイリウムで作り出す光のイルミネーションとオタ芸を融合させたパフォーマンス、オタ芸、何かわからないという方もいらっしゃるかもしれませんが、見ていただければなんとなくわかるんではないかなと思います。今ステージ上に登場した皆さんの手には数えきれないほどの棒状のものが用意されていますね。果たしてこれがどんなパフォーマンスにつながっていくのかはスタートしてからのお楽しみということになります。会場内暗くなりますので、どうぞ皆さん足元にはお気をつけいただきまして、お立ちの方はですねまだ座席余裕ございますので、ご着席いただいてごゆっくりこのパフォーミングコンテスト予選ステージ楽しんでいただければなと思います。今回はこの岩手界隈、やはりキレッキレの演技を見せてくれるということでございますからね、ぜひとも会場の皆さんも一緒に盛り上げていただいて、サイリウムをも今持っているという方はあんまりいらっしゃらないかもしれませんけども、どうぞ手を振ったり手拍子をしたり、このステージを一緒に盛り上げていっていただければなと思います。続いての岩手界隈が10組目の登場、そしてその後に BFAM が登場いたしまして、全11組のパフォーマンスが全て終了ということになります。このパフォーミングコンテスト予選会も佳境に入ってまいりました。審査員の皆さんはね、お手元の審査用紙とにらめっこをしながら、まだまだ審査が続いていきますが、この後もどうぞよろしくお願いをいたします。まだもうちょっと準備かかりそうですかね。あ、ちょっとかかりということでございます。なかなかこのサイリウムの置き方もいろいろ法則性があるようでございまして、なかなかね初めて見る方には今 何を見ながらこれ置いてるんだろうって思うかもしれませんけども、これはもう本人のみぞ知るということになっております。すべての種明かしはこの後スタートしてから皆さんにはご覧いただけるんではないかなと思います。まさに光のイルミネーションということでございまして、まあそろそろね、季節も冬に入ってきて、盛岡もさまざまな場所でイルミネーションがキラキラと輝く季節になってくるのかなというところではございますが、それにちょっと先駆けてというわけではないかもしれませんけどもね、このオデッテホールのステージ上がより一層華やかに彩られるという流れになっております。まだまだ続いてまいりますので、岩手若者文化祭2015お楽しみいただきたいなと思います。このパフォーミングコンテスト予選ステージ終わった後はですね、審査員を務めていただきました佐々木隆太さんのゲストライブステージ、そしてその後は正式な開会式を迎えまして、その後は宇野恒弘さん、そしてタッソ知事によるこれからの岩手を考えるディスカッションタイム、さらにはそれの終了後にはまた別のパフォーマンス、このステージ上で予定されていますのでね、ぜひとも最初から最後までお楽しみいただきたいですし、先ほどスピーカーのお二人朗読劇という形で参加をしていただきましたが、盛岡での演劇といえばね、魚町の風のスタジオ有名でございますね。さまざまな劇団が演劇を披露している風のスタジオですが、こちらでもこの岩手若者文化祭、さまざまなイベントが予定されていますので、こちらにもお立ち寄りをいただければなと思います。このオデッテホールはもちろんですが、下に降りればオデッテ広場、そして魚町商店街風のスタジオ、さらには七区の上にございます七区のイベントホールですね、こちらでもイベント予定されております。まさに岩手の若者たちの文化があふれる今日明日の2日間となっておりますので、岩手若者文化祭2015存分にお楽しみください。さあそれでは準備できたようでございますので、早速始めてまいりましょう。パフォーミングコンテスト予選ステージ10組目の登場です。大きな拍手お願いします。岩手界隈、
熟のその上天使逆さになるという階層山さんへお尻に見える悩む時間はないよどこかに潜むびっくり会いたいからて界隈の皆さんでした。改めて大きな拍手をお送りください。もうステージの上が星空のようになっておりますけどもね。さあ吉野さん、なかなか見る機会のないステージだったと思いますが、いかがだったでしょうか。いや最高ですよ、ね、はい、あのこれぞ若者っていう感じの、はい、そうですね、はい、はい、しっかりとあの衣装も揃えてるあたりがこだわりですよね。そうですね、なんか、はい、あの練習してる姿とかを想像するとすごくあのほっこりするというか、はい、あのいいなと思います。何かバックボーンがしっかりと伺い知れるようなそんなステージでした。ありがとうございました、はい、さあ続いてはいよいよパフォーミングコンテスト予選ステージ11組目最後の登場となります、県内外のコンテストで優勝を多数ダンス大好き現役女子中高生のダンスユニットです。最後素敵に締めていただきましょう。パフォーミングコンテスト予選ステージ最後の登場です。大きな拍手お願いします。 B-FARM。 感じている ふと目が合った顔赤くなってきちゃってなんでなんでクラスの中心でそう人気者目が合ったのは偶然かななんて思えないよ別に好きとかちょっと気になってるの確かめたいでもできない本当の気持ち恋してる君の瞳そばで笑う君の全てに二人の帰り道が続きますようにそれでも口に出せない笑顔でまた最近目が合うしそばにいたりする期待しちゃっていいのかなだってだって移動教室だってお昼の時も一緒にいるの偶然確かめたいでもできない本当の気持ち恋してる君の瞳そばで笑う君の全てに私
とうございました。 BE:FIRM の皆さんでした。ありがとうございました。改めて大きな拍手をお送りください。さあ以上をもちましてパフォーミングコンテスト予選ステージすべての出場者終了いたしました。これより審査員の皆様には別室にて審査をしていただきます。どうぞ厳正なる審査をこの後よろしくお願いいたします。審査の間ですけども、ご来場の皆様には審査員のお一人でした佐々木隆太さんのゲストライブをこの後お楽しみいただきたいなと思います。若干のステージ準備休憩を挟みまして、この後11時、50分頃でしょうかね、佐々木隆太さんのライブがスタートしてまいりますので、一旦ご休憩をいただいた後はまたすぐこのオデッテホールに戻ってきていただきまして、審査員佐々木隆太さんのステージをご覧いただければなと思います。さあ素晴らしいゲストライブの後はお待たせいたしました、岩手若者文化祭2015パフォーミングコンテスト予選ステージ審査結果の発表となります。さあそれでは出場者の皆さん、まだちょっとハケがありますけども、ステージの後ろ側に全員ご登壇いただけますでしょうか。出場者の皆さんいらっしゃいませ。どうぞ出場者の皆さんどうぞ。はい、とりあえず出てきていただいた方、出場した方全員上がっていただく形になっておりますので、どうぞ一度ステージの上に遠慮なさらず登っていただければなと思います。皆さん登っていただいた状態で審査結果を発表してまいりたい。ちょうどオープニングで皆さんお並びいただきましたけどもね、そのような流れでこの後もしっかりとお並びをいただければなと思います。さまざまバラエティに富んだ11組のパフォーマーたちが登場した岩手若者文化祭パフォーミングコンテスト予選ステージということになっています。今回ですね、この審査通過いたしまして本戦へと出場するのは11分の5組ということになっております。果たして、どの出場者たちが本戦への切符を勝ち得たのか、そのあたりぜひともお楽しみにしていただければなと思います。さあそれでは審査員の皆さんもステージ上に登っていただいてよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。じゃあこちらの方にスタンバイをしていただきまして、さあ三叉花のれんの皆さんもご登壇いただきました。それではですね、審査委員長の黒沼さんが審査結果の入った紙をお持ちでございますので、僭越ながら私受け取りまして、私の方からこの後発表させていただきたいなと思います。さあそれではお待たせをいたしました、パフォーミングコンテスト予選ステージ本戦へと審査結果進めたのは誰なんでしょうか。まずは一組目の発表、一組目はスカイドライブ、おめでとうございます。一歩前に出てきていただいてもよろしいでしょうか。さあ続いて二組目、久保田雅、3組目ジュニアアルコホール、そして4組目岩手界隈、一歩前に出てきていただいてもよろしいでしょうか。そして運命の最後5組目はビーファーム、おめでとうございます。以上5組が明日行われる本戦へと出場いたします。まさに白熱した戦いでございましたけれども、じゃあ審査員の皆さんから一言ずつ短くで構いませんからね、総評をいただいてもよろしいでしょうか。じゃあ吉野さんからお願いいたします。はい、すごく皆さん若者らしくフレッシュなパフォーマンスを見せていただきました。ありがとうございます。僕は特にはこの彼のかっこいいギターソロと裏腹のこの寝癖にかなりポイントをつけさせていただきつつ、はい、本当にすぐこれから、ね、もっと練習して CD 出せるような、グループもたくさんいましたので、はい、いろいろ注目していきたいと思います。はい、ありがとうございます。寝癖が注目ポイントだった。ジャリュータさん短くお願いいたします。大いに刺激を受けました、はい、本当に、はいはい、これからも続けていってください。はい、ありがとうございます。それでは審査委員長、最後に一言お願いします。いや非常にですね、はい、点数が、うん、もう点数をつけてたんですけども、もう本当ギリギリで、はい、もうみんな重なってるところもあったんですけども、はい、まあ、今後もですね、まあ、
この文化活動を通じてですね、まあ、友情だったりあの仲間だったりをみんな作って、はい、一日でも長くずっと活動してほしいなと思います。はい、長く活動することがねこれからも続いていくことを願って審査員の皆さんから一言ずつコメントをいただきました。ご覧の5組の皆さんは明日午後3時30分からおでってホールで行われる本戦へ出場となります。ぜひとも皆さん明日も頑張ってください。おめでとうございます。さあそれでは岩手若者文化祭パフォーミングコンテスト予選ステージをお送りいたしました。この後は午後1時から開会式が行われます。この後もまだまだ続いていきますのでごゆっくりお楽しみください。長い時間お付き合いいただきましたご来場の皆さんありがとうございました。そして出場者の皆さん審査員の皆さんありがとうございました。出場5組の皆さんはおめでとうございます。